直列4気筒 VTEC エンジンということで、いやーすごいですよね。 K20A というエンジンになりますね。オイルトリップ油圧系かとかいろいろついてますね。175万円ですね、消費税込みと。ではエンジン始動。おお、マイクテスト、マイクテスト、マイクテスト、あ、大丈夫ですね、はい。いやーすごい車でしたね本当に。あの今ちょっとね副音声でやっております。はい、まあ、ちょっとノーマルと随分形が変わっておりますけども、はい、だいぶ様子が違いましたね、はい、あの羽とかは純正なんですよね。そうですね、当時のでね、やっぱりあのいろいろ見ていったらレカロはついてるわ、ハンドルは百瀬だわ。そうなんですよ、なんか当時からこういうなんかあれブレンボも、ね、そうですね、ついてますよね。ついてますね。その辺はもう、はい、あの販売した頃からついてあるんですよね。そうです、そうです、うん、特に後からつけたわけではないと。そうなんですよ。で後付けはあの無限のボンネットと。そうですね、無限のボンネット、フロントサイドリアスポイラーがついてますね。中のメーターもそうですね。あ、そっか、中の追加メーターね、ありました、ね、ピュン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 動いてました、はい、どれ見たらいいんかなっていう感じで。ああいうのってよく入荷されましたよねそうですね、あのなかなかないのでちょっと探してきましたけども、はいはい、あのちょうどねあの当時インテグラっていうのはベルノ店っていう、以前、はい、ホンダでいうとプリモ店、ベルノ店、クリオ店だったんですけど、はい、ホンダカーズに統合された時に、インテグラの最終モデルが一瞬だけホンダカーズで、はい、取り扱われたんですけど、その時にタイプ R が一瞬だけ、一瞬だけ入ったんですね。一瞬だけ手に入ったというそっか、もう同じホンダでも違うんですね、いろいろ。そうなんですよ。まあ、あの今でこそずっとホンダカーズにはなりましたけど、以前は系列が分かれてましたので。あ、そうだったんですね。それで、まあ、反射によって仕入れが違うと。そういうことなんです ね。 でね、このインテグラっていうのは、まあ、インテグラっていう名称でいくと3代目になるんですが、はい、インテグラっていう最初の初代はクイントインテグラっていう。あ、そんな名前でしたっけ。そうなんですよかっこ、かっこインテグラもありましたね、あれは。かっこインテグラは2代目で、2代目でしたっけ、ね、ね、マイケル・ジェイ・フォックスが、そうそう、あのバック・トゥ・ザ・フューチャーのね、バック・トゥ・ザ・フューチャー、ね、当時あれがもう流行ってますもんね。そうなんです、あのインテグラかっこよかったですよね。あれが3代目というか、ね、3代目になるんですよね、うん、初代がリトラクタブルヘッドライト、はいはい、あ、パカパカの。そうなんです。あれ初代そうなんでしたっけ。そうなんですよ。その前はクイントっていう、はいはい、のね、車もあったんですよ。それはもうなんてことない普通の車だったんですけど、そこからクイントクイントインテグラになり、はい、インテグラになり、ね、クリント・イーストウッドみたいなそうですねまあリトラのインテグラの時かな、その後かな、まあ、ZC エンジンが乗ったあたりからですね、はい、あのリトラの時ですね、あのスポーツモデルになっていて、はい、まあ、あの最終この DC5 が出た時は、まあ、シビックタイプ R か、はい、インテ R かという感じのなっていきましたね。なるほど。ではその辺からだいぶピーキーな車になってきたということですね、はい、海外ではねアキュラブランドで RSX っていう名前で、はい、あ、そんな名前だったんですね。販売されていました。すごい、はい、まあ、そういった、まあ、スポーツカーということで。そうですね、はい、まあ、先ほどちらっと乗りました、はい、ターボチャージャー付きのね MK2 と違って、はいはい、自然吸気、そうですよね、あの VTEC の伸びのいいエンジンでですね、あの、まあ、最高出力がね、あの当時としてはあのハイパワーの、はい、2リッター225 220馬力220馬力ですよね。それでもすごいですよね、はい、とこれがあのピークパワーが8000回転。ああ、すごい。
で達成して、まあ、最大トルクは7000回転の時に、ね、達成するんですけど、まあ、その VTEC が最後の方にガッと聞くもう一回聞くってことですよね。だから8000回転がピークパワーっていうことはどういうこと普通そこってもう回すのは危険ですよね。そうですよね。もう、うん、どうなってんのっていうタコメーター、どんなエンジン、どんなどんだけ分回すエンジン積んでんだということですよね、うん、いやでも当時の方みんな結構無茶な運転結構してる方多かったと思うんですけど、やっぱその分弾数って少なそうですよね。そうですね、なかなか走行距離が少なかったり、はい、事故してない車っていうのはもうかなり今希少になってますね。かもうパッとねぐるっと見た感じ、まあ、あの年式なりの、まあ、ね、日焼けとかはどうしても、うん、どうしようもないかなと思うんですけど、そうですね、結構綺麗な状態でね、まあ、程度としてはまだマシな方、はい、そうですよね。ちょっとお好きな人に乗っていただけると、はい、まあ、大事に、ね、乗っていただきたいですよね。そうですね。で、まあ、あの海外でもね、あの、まあ、右ハンドル車が人気ということで、すごいやっぱアメリカでもこの右ハンドル車が走ってると、はい、なんかこの辺のね年式の車が未だに人気だということで、どんどんやっぱ海外にも輸出されてってるみたいですね。はい、あの今のインテグラの、インテグラじゃない、あの FK8 のエンジンなんかもね、はい、エンジン単体でなんか買えるらしくて。ああ、エンジン単体で売ってるんですか。買えるらしいですよ。すごい。それを S2000に積んでみたり、ね、S2000 のエンジン分回す感じですか、 S2006 に積んでみたりとか。あ、すごい、かなり無茶なことをやってるらしいですけどいやでもそこまで改造するのはねどうかなとは一瞬思うんですけど、まあ、なるべくこのオリジナルの状態を保った状態で ね、 そうですね、大事に乗っていただきたいですよね、うん、はい、まあ、メンテすればねまだまだ乗れると思いますので、はい、まあ、昔懐かしいそのホンダらしい、ホンダが一番、まあ、元気だった頃の、はい、VTEC エンジンを楽しんでいただければと思いますね。そうですね。いつかで元気のいい、元気のいいホンダが、はい、この花園店さんでは買えるということで、皆さんチェックしてくださいね。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。ではエンジンしろ。おお。